こんばんは。あ、こんばんは。こんばんは。にゃんハロー。にゃんハロー。ちょっと最後に、はい、ロボチの次行きますって言ったら、はい、今大丈夫ですか？あ、大丈夫です。ミコチもね、含めてね。うん。含めてのラストだから大丈夫です。あ、いや、よかった。はい。ちょっとね、質問、あ、違う、今日来てくれたみんなに聞いてる質問がありましてですね。うん、そうだね、うんうん。いいですか？ちょっと行かせていただいても。あ、きな。ミコも回答をちゃんと用意してきたから、ね。あ、準備してきてくれた？うん。ちょっとミコチのね、好きな鍋を聞きたくてですね。はい。何鍋好きですか？味噌鍋って知っとる？味噌鍋。あれ、うん、知ってるよ。あ、知ってる？あ、いや、初めて聞いた。え、味噌鍋？そうだよね。そのこも最近初めてさ、作ったんだけどさ。え、何？どんなやつ？味噌鍋。うんうんうん。味噌鍋ってさ、一見聞いたら、うん、え、それ味噌汁じゃないのって思うじゃん。いや、そうだよね。味噌って、うん、うん。違うの。味噌鍋と味噌汁の違いわかる？いや、ちょっと、自分わかんないっすね。そうだよね。何が違うんですか？普通はわかんないよね。いや、あのね、味噌鍋っていうのはね、はい、あのね、はい、なんかお出汁とかね、はい、みりんをね、入れるとね、うん、あの、味噌汁ではなく味噌鍋になるらしい。あ、そうなんですか。その、ちょっと味がやっぱり味噌汁とは違うってことですよね、味が。うん。うん。まあ、ちょっとだけ、うん。やっぱ違いがわかる。違いがわかる、ミコ。違うな。わかる。あ、なるほど。うん、そうっすよ。なんかね、簡単に作れるからね、ちょっといいなと思ってね。あ、最近結構。おすすめしようと思ってたの。あ、結構最近食べてるんですか？うん、もう最近食べたね。あ、いいですね。やっぱ違うな。エリート違うな、やっぱ。この食べてみてほしい。もう簡単に作れるから味噌があれば。あ、ほんとー。じゃあちょっと作り方教えてもらってもいいですか、後で。ちょお、いいよ。あ、はい。あとね、ディスコードに丁寧に報告で、クックパッド。あれ、クックパッドっすか？先輩、クックパッドっすか？あ、でもあれ便利っすよね。あれ、何でも作れる気がするのね。あれね、何でもね、調べちゃえばね、うん、出てきますもんね。じゃあ、最後の質問いかせていただきます。はい。はい、世の、好きなところをね、ちょっと教えて、あ、なかったら大丈夫なんですけど、あれば。あるよ。え、あるよ。じゃあ聞いてもいいですか、ちょっと。みやこはね、はい。あやめのこと、あ、呼び捨て。笑い声が、めちゃくちゃ可愛いな、思いだ。ありがとうございます。あとはね、うん、歌がね、うまいっていうのと、うん、まあもちろんね、うん、見た目も、うん、エロゲに出てきそう。顔がいいってことですか？顔もいいし、うん、鬼で、うん、銀髪でお団子つけてて、うん、エロゲに出てきそう。かわいい。それってずっと思ってた。あ、ほんと？褒め言葉として受け取ってもいいんですよね、それは。あ、え、もちろん、褒めることだ。決まってない。当たり前だ。あ、すいません。最大級だよ、最大級。みこの、はい、もう見た目褒める中で、はい、絵の具に出てきそう、最大級。あ、最大級なんですね。あ、そう。そんなお褒めの言葉いただいて、恐縮です。ありがとうございます。やばいよ、そのキャラ、どうする？年末年始とかまた会うさ、トーキングだな。え、やるよ。やるよ。あ、お疲れ様です。やめよ。お疲れ様です。やるよ。おーって。あ、やめよ、おーって。あ、この間、ありがとうございました。やばいじゃん。